山沢、どうしてくれるんですか。僕、サイヤさんから山沢さんと一緒にイギリス来ないかって誘われて来たんですよ。ちなみに俺だけだったら来てなかったの？いや、来てますよ。まあそうだよな。来てます。でもそこに山沢君がいるって言ったから。そうです。そしたらあいつさ、仕事か絞りがないか分かんないけど、はい、来れなくなっちゃったの。そうですよね。僕ずっと YouTube の画面上でしか見てなかったんですよ。でなんか面識あるわけでもないし、なんか Twitter 上でやり合ったこともないんですよ。だからリアルの山沢さんはどういう人なのかって結構楽しみにしてたんですよ、うん、で結構ね緊張する反面楽しみもあったんだけど、そう、年は当日いないんですよ。当日来てないんだよ。やっぱり英語知ってるじゃないですか、山沢さん。そう、喋れるっつったから。俺と博士部が、うん、山沢の英語だよに来たんだよ。もう浮いてるぞ、俺たち。そうですよ。僕だって、こういうの動画撮ろうと思って考えてたやつあるんですよ。山沢さんにシングレットを着させて、で、サヤさんもシングレット持ってきて、僕もシングレット着て、で、街中で動画撮ったら結構面白かったんじゃないかなって思ってたんですけど。これは俺が提案したんだよ。あーくん絶対シングレット、赤のシングレット持ってこい。俺も持ってくから。うん、お前のせいでシングレット企画一個潰れたから。企画倒れですよ。企画倒れだからな。うん、今ここにいっぱい、そう、マッチョいるんですよ。マイプロのアンバサダーも、いるんだけど、誰とも会話できないです。会話で、お前のせいだぞ。誰とも会話話したいんですよ。僕も筋肉と筋肉で通じ合ってるけど、お前のせいで会話が成り立たないんだから。どうしてくれるんですか。どうしてくれるんだよ、山沢弘明。どうしたい。どうしたい。それはもう暴力はダメですよ。暴力、暴力ダメですよ。暴力ダメ。いや俺今掘りたいって聞こえた。掘りたくんタイプじゃないよ。おい山沢。おい山沢。勘違いするんじゃねえ。勘違い、お前勘違いすんなよ。ハガセブンはお前のタイプじゃないよ。タイプじゃないんだよ。タイプじゃないよ。ただお前が来なかったことって、俺もいっぱい企画してたんだよ。俺もハガセブンもめちゃくちゃ企画考えた。でも山沢、お前はきっと奥の案件が来たんだろう。もしくは絞りが甘かった。正直どっちだと思います。女ができた。女ができた。女ができた。女に行かないでくれって言われた。ああ、それは行かないね。山沢さんの性格だったら。性格上もしかしたらいきなり彼女ができたら、イギリス行かないって言われた。ちょっと尽くしたいかもしれない。バレバレだよ。バレバレだよ。おい山沢。おい山沢。そんなのバレバレだからな。バレバレなんだよ。俺たち二人許せよ、つこうたって、そうはいかないからな。しかもよ、本来であれば、まあ7泊ぐらいの予定だったんだけど、おい、広がって。お前が遠泊しませんかっていうから、こっちは遠泊するつもりでこっち来てるんだよなあ。そうだよ。だから遠泊するんだよ。山沢はお前がいないのに俺たちはイギリスで遠泊するんだよ。もう飛行機は取ってるからずっといるんだよ。他の人帰っちゃうんだよ。他の人は帰るんだぞ。二人っきりでイギリスだよ。二人っきりで英語も喋れば土地もわからない。ロンドンとイタリア、こいつ混ざってたんだぞ。イタリアって言ってたからな、ここのこと。そうだよ。それなのにどうしてくれるんだよ。間違えちゃったんじゃないかよ。どうしてくれるんだよ。こいつはずっとイタリアだ、イタリアって言ったら、イタリアとロンドンは一緒でしょって言ってるぐらい、本当に何も分かってない、俺らのことを、お前らは、お前は置いてけぼりにしたんだ。まあ、しょうがないな。まあ、俺も鬼じゃない。ああ、もう鬼じゃない。俺に提案がある。何すか？ハガセブンの動画で、めちゃくちゃ回ってる企画があるんだよ。あ、あれですか。あれだ、あれやってもらうしかない。山沢聞くよ。TikTok で1億2000万再生した企画があるんだよ。伝説の動画があるんだよ。伝説の動画があるんだよ。山沢、お前、ハガセブンの動画で1000万再生目指してみないか。行きますよ。行くぞ。行くぞ、これ YouTube。ここに来なかった罰として、罰として、ハガセブンのベンチプレスをやる。人間ベンチプレス。人間ベンチプレス。これは今この周りにいるマッチョ、すごいマッチョがいるんだよ。言葉が通じない。言葉が通じないし、しかも世界チャンピオンなんだよ。どうやら。本当はやりたい。本当はやりたいけど、これはダメだって怒られたって企画があるんだよ。怒られました。お前この人にこれダメだって言われて、そこでバラはな、へこんでたんだよ、チーンって。そうだよ、何も動画撮れるやつないんだよ。撮れなかった。でも、
これは日本に帰ったら山沢、俺はお前やるしかないぞ、これやるしかないな、やるしかない、これはもうお前だって来れなかったこれやるしかない、山沢山沢の股間が怖くなる、あと股間大接近、股間大接近ベンチプレスだ、これはもうまあウィンウィンだ、僕も楽しい、楽しい、山沢さんは動画もある、まあ、ある1000万回再生いきますよ、1000万再生なんて言ったって TikTok で1億2000万回再生されてる動画だから、YouTube だと1000万は確実なんですよ、そうだよな、そう、まあ、もうされるが 前になるっていうことで、そう1日券剥がせずに利用される券発行されました、うん、まあそこに俺はやっぱり行かないといけない、だから見届け人として、そうやっぱり俺は剥がせずにこう誘ってるから、そうっすね、3人で面白い動画撮ろうよって誘ってるから、そう、もしかしたら本当に絞れてなかったからやってるかもしれないよなっていうのを、うんうん、本当にいろんな人絡んでるから、このイタリア旅行は。そうだよ。我々2人だけじゃないから、ね。だからイタリアじゃねえんだよ。あ、違う。イタリア。そうですよ。このイギリス旅行は僕ら2人だけのもんじゃないから、いろんな人絡んでるから。そうだよ。うん。大体本来な、このトレッドミルさ、ここで喋ってたら、これジムマナーだけどな。ロンドンは俺でもあんまり怒られない、ロンドンはプレート片付けない、ダンベル片付けない、ダンベルは重量順に並んでない、セーフティーつけない、これがロンドンスタイルなんで、ロンドンスタイルだよ、だからこんな取り方してたら普通怒られますよ、怒られるよな、うん、そんな感じで、でもさお前も一回墓に来られろ、おい抱かれろ、俺に抱かれろ、一晩抱かしてくれ、いやもう抱かれろ、背中洗ってくれ、俺の背中を、背中を洗ってやれ、クーとクーって言いながら俺の足に抱きつけ、抱きつけ、子、うん、犬のように泣きわめけ、もう今ちょっと話せるな、イギリス、ロンドンが言えることだ、おいですよ、そうだ、これが言いたかった、そうだ、聞いてますか、日本で聞いてる、マジですぐアップするからな、すぐアップするし、うん、本当にマジでこの後俺ら2人で遠泊するんだよ、そうです、不安しかねえ、全員帰るから、英語できねえし、ここどこ、ロンドン、はい、はい、終了、覚悟しておけよ、お前はこいつの餌食になるかもしれないけど、俺の方ではもうスクワットドロップセット10セットだからな、50セットにしたい、恐怖で怯えてますよね、恐怖で怯えとけ、うん、怯えて待っとけ、ついでにマイプロ、山沢に報告する、はい、マイプロアンバサダーになったから、ちょっと待って、僕なったんだよ、ちょっと僕もいろんな人絡んでるから、絡んでるけど、たまたま来てるけど今めっちゃ似合うな、いや、たまたま今来てるだけですから、マイプロだから、山沢仲間だから、いや、僕のスポンサーに怒られちゃうから、ね、大丈夫、大丈夫、あとでナンスケもマイプロだよな、よし、じゃあ今度4人で動画撮ろう、僕の動画でナンスケ君ってあんま言わないなんでだよ、気まずい、なんか気まずいよ、気まずいから、大丈夫大丈夫、おいナンスケ、おいナンスケ、この今が聞なかったほうがいいし気まずいからやめてくれ、大丈夫だ、おいナンスケ、今度お前にベンチプレスやらせてるから、デッドリフトとスクワットやらせて、あなあ、股間ベンチやらせてやるから、あ、やらせてください、俺がいれば絶対もうできるから、食わせてくれ、よし、じゃあな、じゃあな。じゃあな。